まあでも、はい、楽しみですね。自作自演。自作自演、恥ずかしいなってもんじゃないですか。アイドルの歌はなくなっている10代の時に亡くなってますから、もう20何年かぶりかっていうと、本人が生きてた年代が長くこの映画の方が過ぎてしまったってことになりますね。銀幕の良さというのはそういうところ、そういうところはありますね。役者さんが亡くなりましたね。寂しい話をしまいました。まあ、内容を見るととてもじゃないけど、そういう寂しい話にはならないかもしれないというか、ひたすら恥ずかしいだけですけど、まあ、重大な頃にやられたんですよね、はい、若気の痛みで。まあ、じゃあ上映してみますか、はい。なんとか最後までご覧いただける太田さんの演奏で楽しんでいただければと思います。いやいや、これは面白くなかったら演奏しません。途中で帰らないでください。その後僕が一人でやったら何もたなくなっちゃいますから。いやー難しいね。まあやってみます。はい、ではよろしくお願いいたします。
知らないから本当にやってたというだから結果的にですね、バカなこと、トリックを知らないもんだから本当にやってるという、本当にやんなきゃいけないもんと思っていたら後になってこういうのトリックがあったというのが分かりました。